本日は畑に水の溜まってる方、はい、限定ではない、どうしたらいいのか、はい、まあ、あのこの辺にも水溜まってるんですけど ね、で耕せないよっていう方ね、はい、いると思うんで、うちも一緒だ、心配するな、はい、みたいな動画ね。それでは本編どうぞ。こんにちは。こんにちは。どうもです。岩崎です。ママです。水たまりです。ポンタポ、これは何だ。ビオトープという名の穴を掘ったんですが、はい、えらいもんやな。うん、なんか、おる？タニシ的なちっちゃな、ちっちゃいね。だからちょっとあのカメラで映らへんかもしれん。なるほど。さっきもぞもぞ動いてんのなんかおったな。うんうんうん。アメンボはどこか消えたな。アメンボな。うん。なんか何かしらおるね。何かしらおる。やっぱり。うん。水生昆虫的な。そうそう。まあ、あれですよ。はい。これのせいで。これのせいで。水が染みてる。ほら。あ、こっちがタポンタポンっていう。タポンタポンなってるもんね。乾けん。べちゃべちゃ。ほんま。今日は乾かないのどうしましょうみたいな話でね。はい、しようかなと思って。はい。しかも、あっち側はさ、乾いてきたから耕そうと思ってさ、このハウス側はね、そうそう、うん、でもこういう風にな、あのどうしてもさ、ここ山の陰やしな、はい、日当たりも悪いし、うん、でこんなことしてるから水も染みてくるし、そうね、どうしてもこういう場所ってね、できてしまうんですよ。あかんやん。うん、あかんね、あかんのよ。あかんやん。で、これをどうしたらいいのかっていう話ですね。対策やな。対策。はい。まあ、あのこうやって畝を立てるのはいいのよ、本当はね。うん。表面積が増える分、乾くね、なるほど、のが増えるから。うん。で、まあそうは言ってもこうやって水溜めてしもたらあかんねん。そうやな。水溜めたらもうそこでずっと水が溜まって、うん、べちゃべちゃや。うん。まあちょっとこっちはもう水抜けたからな、まだいいんやけどさ。ああ。うん。こういうのはね、埋めてやるのがいいよね、ほんまはね。埋める。うん。こカチカチやん。カチカチやん。あ、ま、おお、ほちゃん。うわ、思いのほか柔らかい。ちょっとよ、かぶせちゃう。埋めんのよ、はい。ちょっとここ、もうガッチガチやからな、あれやけどな、うん、でもあの、水が溜まるとね、はい、水平が分かるんだよね。うん。水の表面積、表面に合わせて、こう土を埋めていくと、うん、なるほど。うん。で、こうやってると、うん、次水がね、溜まらなくなるの。おお。溜まるってことは、要は低いってことやもんね。そう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 。そんだけ上げ底してあげるの。うん。おお、めちゃめちゃいいけどな。まあもともと、うん、うん、まあこれでもだいぶ乾くね。あ、これで。うん。おお、何しかね。あの乾けへん乾けへん言うて水溜めたままにしてるとね、はい、あかんよ。あ、だからこれも水抜くのもな、うん、もう一回ほらバケツで あのお玉でこう作ってバケツであげるのやって。やったね。うん、それもいいんやけど、もうそこまでもやってられへん場合はこうやって埋めちゃうの。埋めちゃう。おうおお。酔っ払いからね。もうここらボッコボコよ。ねえ、土あかんね。いや、無理やりこの間も耕したからな。うん。こんなしてあの乾いてないのにトラクター入ると、うん、こんな風にボコボコになるからな。そうなるんや。うん。足場が悪いよ。このね、たまり水をなくすっていうのはね、うん、大事よ。ああ、大事やっぱり。うん、なかなか、なんか土遊びみたい。え？土遊びみたい。遊びで。なあ、やってたら楽しいやろうけど。そうね。もうそんなことで楽しめるお年頃でもなくなってきたから。お年頃って言うとするもんね。そうそうそう。おじさんね。そうそう。もう、うちのさ、動画のさ、はい、いいところなのかいけないところなのかをさ、はい、この、脱線するとこなんやけどさ、うん、もういかんね。ダメ？あの同い年の人とかと会ったらダメね。ほう。みんな想像以上におっさんやし、おばはんや。もうびっくりするもん。だからさ、女の人なんかでもさ、うん、会って初めて会う人とかで話するやん、うん、話したらさ、あ、この人は絶対俺より年上やろなって。あ、まあ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 、うん、思う人おるやん。あ、おるおる。まあまあまあ、その人らが大体俺より年下やったわちゃって思うで。まあね。うん。見た目じゃわからないね。え？
まあだから日頃な、はい、あのどちらかというとさ、大学生の人とかとさ、うん、とかあの若い人と絡んでもらえてるやん俺は。あ、パパはね、うん、うん、だからいいんやけど。若いよね、パパ。そうそうそう、なんのこっちゃ、なんのこっちゃ。でね、土もね、はい、こういう風にね、水溜めてると、うん、もう お肌がほら、ザラザラになるのと同じで、うん、不健全になっていくわけよ。はい、だから、水を程よくね、うん、で、程よい栄養を与えつつ、はい、微生物できれいにするという、だから本当は堆肥とか入れてな。あ、そうだね。うん、ほかほかにしてあげればいい。ここに堆肥を入れればいい。え？ここに堆肥入れればいい。こんなとこ今入れたらあかんけどな。そうなの。ちゃんと乾かしてからな。うん、とにかく乾かさなあかんのよ、うん、で乾かしたいけど雨降って乾けへんみたいな人いっぱいおるやろ。そう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 、うん、そういう人らはね、もうとりあえずね、次また雨降るからね、うん、だからそれでまたこう水溜めてると乾けへんやん。そうやね。だからとりあえずこうやってね、あの溝を埋める、埋めて埋めて、こうすることによって今の水面までの水の量がたまらなくなる、うん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 、でこれ以上は外へ吐き出されるようになるから、うん、大事ね、うん、この人は何やってんねんって感じやろうけどな、まあまあまあ、周りから見てりゃ、うん、でもこういうのってね大事ね、うん、よし、うわ、よっしゃ。一応さ、はい、明日な、雨降る言うてたけどだいぶ量減ってるな。減ってるな。天気法的には、うん、ええことやよ。ええことか。うん、もうこの時期の雨いらんよ。いらない。植え付けた後は雨欲しいけどな。そうやな、うん、で一応ね、もうここはもうこの辺まで今日は耕そうかな思って、こっちがもっぺん乾いてからでしょ、はい、これ以上、うん、こんなぶっちぶちのとこやったら大変やからな。まあまあね、乾いてるとこね。そう、うん、それであの今日は朝からな、はい、別のとこも耕してきて、うん、その時のね、その時の違う、もう画像やけどこれね、うんうん、やっぱりほらボッコボコやね、うん、もう無理くりやったらな、こんな風になるからな、ボッコボコに、うん、あまりよろしくはないんだな。よろしくない。でここらもともと粘土してたやろ。そうやね、うん、大変よ、うん、まあだから里芋や水なしやな、まあな、そういうのがええんやけどね、うん、じゃあここも里芋とか水なす行こう思うんやけどね、はい、この端っこだけね。端っこはね。で真ん中は誰も来ない収穫体験のためにいろいろ植えよう思って、まあ、今年ちょっとでもね、誰も来ないくても、あの一応1年間は収穫体験募集してやってみて、はいはい、で来ないね。しかしね、うん、値段もだいぶ下げました。下げました、はい、値段も下げたけど来ないね。やっぱり後編は内容を考えたらな、うん、そんな知らんとこな。まあな、うん、まあでもあれやね、今度の日曜日の街サロンはな、はい、無料講習やから、うん、もう定員パンパンやから。すごいよね。すごいよな。街サロン引き続きなんかやろうかなって企画立ててんだけどね。継続的に。そう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 。でライブ配信もできるよね、うん、配信しながらあの講演できたら、ね、講演の実績にもなるし、うん、それはいいんやけど、いやなかなかだからな、みんな乾かなくてな、困ってるね。困ってると思う。いや、ここのとこでな、晴れてずっと気温高いからな、ね、水はけのええところはもうきれいにパシッとあっちの端っこみたいにな、うん、乾いてんねんけど、うん、こういうところよ。やっぱこういうところや。こういうところは言うてもまだ朝晩な、あの涼しいやろ、はい、乾ききれへんのよね。まあということで、はい、あの実演はここまでね、はい、よいしょ。ちょっと長靴が汚れた。なんじゃ。ああ。すげえな。なあ。まあでもようやるな。パパだか。ああ、そうよ、うん。次から次と。そうだね。あれやで、あの明日はイチゴの話するの。どんな話になるか分からへんけどな。ね、分からんけどね。まあ大した話にはならんと思うけど。まあ一応資料を持ってきてくれるんだ。多分な。栽培とかの資料やと思うけど、うん、ここでこの、ね、あのハウスでできるかどうかっていうのとか、お金がいくらかかるんかとか、 その辺が大事やからな、うん、でお金計画立てたらスーパーエル資金とか借りれるのかどうかとかな、うん、ちょっとな、マジモードで行こうかなとは思うけど、うん、多分イチゴやったらな、ちゃんと作ったら売れるは売れるやろな、ね、うん、結構売れると思うな、ね、売り先はなんぼでも。そうやね。問題は俺らの、 あの栽培技術というか、そう、あとは資金繰りやな、うん、まあ、資金繰りというかこの水のやりくりもね、うん、やっぱり大事やよね。大事大事、うん、なかなか
こっからゴールデンウィークにかけてな、うん、やっぱりもうお互いしときたいもんな。そうやな。今日ママあれパセリンとこ片付けた。だいぶ片付けた。今2列目もうちょっとでコンプリート。ほんまあのマルチまだ剥がしてなかったっけあそこ。まだ剥がしてない。マルチ剥がさない。プスプスは外したからあともううん。マルチ取るだけや。そうそうそう。でマルチ取って耕して、うん、であっちも里芋と水なすやな、うん、今年な。あっちもパセリンところもさ、うん、同じようにまたちょっと水たまりあんねん。あそうやろあそこも抜けてないやろ、うん。奥の方。うん結構ね、もう俺も長い間やってるからな、同じとこでな、だからどん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 すり鉢状になってな、ねうんうん、土も減ってくんのよな、うん、うん、堆肥とか大量に足せばいいんやけどな、足さなあかんねえな、そん大変やね、やってられへんな、そうやね、大変や、言うてたら何でも大変やな、ねうん、まあまあ、大変なんですよ、はいこの先雨はでも5月ぐらいはちょっとマシになるやろ。そうだね。うん、さつき晴れというかな、ゴールデンウィークやからな、うん。あの辺でちょっといい感じに天気持ってもらって。そうだね。あんまり雨多いとな、しんどいしな。うん、で6月過ぎたら梅雨やからな。そうやな。もうその辺で雨がいるけど病気炸裂やろ。そう。気温も高いやろどうせ。最近空梅雨であんまり降らんっていう時もあれば、ドラーって降る時もあれば。空梅雨なんかあったっけ？去年あんまり、あ、でも6月降らんと7月降ってみたいな。1ヶ月降らんと1ヶ月降るみたいな。いやいや、もう 2年か3年前か8月ずっと雨とかあったね。ずっと雨、そう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 。もうそんなんされたらな。ね。極端すぎるね。そうや。いろんなことがな、激しすぎるよ。そう。もう、困った話やで。ね。まあ本題に戻ろうか。はい。だから、あれやよな。この間やったのはもみ殻ちゃんと入れといたらええよってね。あ、そうだね。でも根本的にこう地形的にな水が出てくるところはもう埋めていくしかないと思う、はいうんまあ、できるだけまずは水を抜く。抜く。で、まあ、デコボコにして表面積を増やす、はい、そしてそうは言っても水深く掘りすぎたところは水たまるからそのところを埋める。埋める、うん、埋めて高さをな、うん、あのあれやこうやってこういう低いところが水たまるからさ、まあ、そうこういうそう要はこういうことやもんね。そうそうそう、うん、だからこういうところにな水たまってんやったらもう土を足していくとね。土を足す、うんだからま、水たまる量も減るからな。うんうん、これ大事ね。うん、これ残ってるとまたなここに水たまるからな。いつまでたっても乾かないもんね。乾けん乾けん、うん、なあどうにかね、どうにかしたいんやろ。もう崩しちゃう。うん。硬っ。ちなみにこれ、はい、ステンレスカテーグワ。カテーグワ、はい。錆びにくいステンレス製。はい。それは錆びにくいっていうか錆びひんやろな。うん。軽くて使いやすいアルミパイプ。はい。どこで買ったかは忘れました。忘れたんか。うん。別に宣伝する気がする。でも軽い？まあ軽いけどそこまで別にあ、踏みすぎた。うわうわ、それがあかんのよ。そう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 。カチカチになるけどな、うん、なるけど水そのままにしてる方がよっぽど。そういうことやね。うん、まあそんな感じでな、はい、まあおさらい、今のはおさらいです、はい、うん、さあ向こう耕すか。そうだね、耕してズッキーニとインゲンの苗を、うん、もう あっちは畝立てたから、まあ、ちょっとボコボコやけどな、うん、ちょっときれいにならしてマルチ張ってほんで植え付け。こっちもそうやな、うん、こっちは、まあ、奥2列はキュウリとゴーヤやろ、うん、でその後秋まで行くようなそうオクラとか、うん、キュウリとゴーヤ、うん、オクラ、うん、で甘長みたいな、うんうん、でこっち側ちょっと真ん中ぐらいにここら辺はべちゃつくからさ、里芋と水なすやん。で、真ん中ぐらいにインゲンと、うん、ズッキーニか、はい、で、里芋、青じそみたいな。空心菜。うん、空心菜。空心菜この辺や。この池の周り空心菜。まさにな。もうこの池埋めるぐらいの勢いで。そうだね。うん、どうせここら草だらけになるからな。そうだね。空心菜いっぱい植えといたらいいよ。そうだね。うん、で、肥料ばー上から巻いといたらさ、うん、空心菜勝手に茂るから。一気に。で、水あるからいっぱい入る。いいよね。空心菜はね、ウォータースパニッチやったっけ、うん、スピナッチやったっけ。そっちやな。スピナッチか、うん、水のほうれん草やろ。ね、どう見てもほうれん草に見えんけど。まあまあ外人が名前つけた話やから適当につけたんじゃろ俺みたいに繊細じゃない。あ、そう。
なんか言えよ。さあやろうかな、はい、じゃあ、今日は告知、最近告知やってないな、うん、なんかやる告知なんだ、あ、LINE 公式アカウントでもやっとくか、はい、あのママのお顔を見たいというコメントをいただきまして、お、うん、ママのお顔を見たい人はこちら、まあそうなの、LINE 公式アカウント、うん、たまに出る、たまにね、たまに、うん、ママから あのメッセージもいきます、ラブレター、うん、なんか今日写真撮ってたよな、お、うん、またあげるよ、うん、ママがあげると返事がいっぱい。ね、あの江川の江川高それ高高それそれ、何それ、なんか あのほら野球の江川の、おお、この間掛布と対談してるの見てて、うん、だからあのなんかやってる人チャンネル登録お願いしますみたいな、なんかやってる人、うん、そんなことをね言ってたんでね、はい、ちょっとうちもね、もう今までチャンネル登録よろしくお願いしますって一切言えへんかったんやけど、はい、今日からね、あの言おうかな、 YouTube の、そう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 、うん、YouTube ね、あの LINE 公式アカウントちゃうで、うん、ね、畑に水の溜まってる方、はい、限定、はい、チャンネル登録よろしくお願いします、はい、そんな感じで、あ、なるほど、今日はビールの飲みたい人限定チャンネル登録よろしくお願いしますみたいな、あ、なるほど、毎回違うことを、うんうん、言っていこうかな、うん、それだけです、はい、これでチャンネル登録が増えるとは思ってませんが、そうだね、はい、多分もうここまで見てる人はね、すでにもう、いや、案外あの登録せんと見てる人おんのよ、あ、うん、パパそうだもんね、俺はほんまに登録せへん、ね、うん、してやらない、してやらない、登録してるやつは全然見ないしな、あ、逆に、うん、そんなもんよ、うん、トマ太郎も登録してるけど全然見ないし、はい、はい、ということで今日はおしまいでございます、はい、よろしいですか、はい、はい、それではあの、水の溜まってる方限定チャンネル登録よろしくお願いします、それでは皆さんさようなら。